みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。サワディーカー。はい、私ですね、9月に放送されました世界不思議発見のタイ特集にてミステリーハンターとしてタイを巡ってまいりました。タイの不思議を発見してきました。ということで、現地のロケではかなりたくさんのお寺仏像を巡らせていただいたので、そこで学んだタイの仏像おすすめのお寺をご紹介します。そもそもタイの仏教について日本とどんな風に違うのかなっていうのは一つ前の動画で紹介しているので、よかったらそちらも合わせてご覧ください。それでは行ってみましょう。仏像、はい、これ大事ですね。まずはじゃあもう代表的な仏像からお話しましょうか。ワットポー、ご存知ですか。ワットポー、これはタイの国王が作ったお寺、しかもラーマ一世、今の王朝のラーマ姓の一世が作ったお寺ですので、200年前ぐらいかな。すっごい規模でかいです。はい、こちらですね。もうこの横の金ピカね、反射から有名ですよね。ボーンといるやつ、あれ実は200年前のお釈迦様なんですよ。だけども金ピカですね。これ金ピカなのはみんな、汚れちゃったらかわいそうじゃ直さなきゃっていうのんで金ピカを貼ってるんです。日本だと古いもんが朽ちていく、その歴史の積み重ねが素晴らしい、わびさび、みほとけ大好きです、その感じ。だけどもそれじゃない考え方をまた素敵だなと思いました。直さなきゃっつってキラキラとして、ワットポーもちろん巨大な横のお釈迦様いるんですけれども、本堂の金ピカのお釈迦様ってすごかった。須弥壇っていうところにね、金でわーって山の上登ってるんですけども、この下にこうお釈迦様を向いて座っている仏様も一緒に乗ってるんですよね。これがなんかまた仏教のね、形態の違いなんでしょうね。お釈迦様に向かってみんなでこう修行励もうみたいなのが、その仏壇の中にこう表され、視覚的にそれも良かったですし、いろんなお釈迦様がいっぱい廊下にダーッと並んでて、それもなんか、ああ多分いろんな人のお伏せなんでしょうけど、うん、なんかそれぞれ表情も違うし、体が何もこうツヤッとピタッとしている姿もまたなんか可愛らしいなと思って良かったですね。ちなみにこの横になっているお釈迦様はゴロゴロ休憩してるわけじゃなくて、涅槃と言って横最後お釈迦様が御臨終する瞬間の姿なんですね。そのシーンはお釈迦様がもう生きているうちの煩悩が全て消え去って静寂になりましたよってところを表現しているので、とてもありがたい姿なんです。あ、これでお釈迦様もう素晴らしい境地に至るんだなっていうのを我々が拝むことで、その涅槃の境地にこうありがたみをこう受け取ってね、よりよく生きられますようにということですね。でも一方、この手をこうね組んでるのは瞑想してますよっていうことなんですけども、床をこう触ってるような膝に手をついてる、これはゴーマインといって、あの悪魔を退けている姿なんですね。お釈迦様瞑想してるとね、悟り開く直前に悪魔の邪魔が入るんですよ。お前なんか悟り開けない、意味は何があっても意味がない、世界は変えられないみたいな悪魔がささやきに来るのを、どっか行けっていうことで地面をこうちょっと動いてシュッと触ると、悪魔がたちまちいなくなったっていう話があって、まあ、その悪魔を取り払ったっていう、その強いもう悟り開く直前の最強のお釈迦様のポーズってことですね。タイの仏像なんでこんなキラキラしてるのかというと、金であることこそが格式の高さの象徴みたいなところがあります。チェンマイのワット・プラシンっていうお寺は巨大な仏塔があるんですけど、それも金、全部金の、もう10メートルぐらいの巨大な仏塔みたいな、それも金ピカっていうもののありがたみを皆さん感じてましたね。だからやっぱ輝いてこそ仏ということで、仏様の背中には LED ライトが取り付けられてピカピカに輝いてるお寺もありました。はい、あとゲートガラムというお寺の温度の中ですね。結構ここね、町の中にある、そんなに規模が大きいわけじゃないお寺なんですけれども、もう中見たらもうピカピカですよ。すごいですよね。 LED でもう逃げかないじゃってながら、結構格式高いお寺でもLED 使ってたりとか、あとはなんか照明がチッカ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 みたいな感じでこう盛り上げてるとかもありましたね。やっぱ輝いてこそ、金ピカでこそ、仏のありがたみっていう感じですね。うん。その距離感いいですよね。それから仏像で面白かったのが、ワット・プラター・ド・ライ・ステープっていうチェンマイの町のお寺です。すごく山の上にあってね、見晴らしも綺麗な場所なんですけども、ここは仏像がいっぱいあるんですよ。すごい数並んでんの。なんでかって言ったら、ここ結構皆さんご祈願に来るお寺なんですって。でもここのご祈願っていうのが仕事の成就を願われる場所なんですって。お金持ちになりたい、仕事決まりたい、なんかお仕事に成功したいっていう、でそのお願いが成就すると
皆さんお礼に仏様をお供えするっていう習慣があるらしくて、だからここのお寺にお願いして願いが叶った方々の仏像がめっちゃ並んでるんです。すごかったよこの数。うん。それからね、皆さんご祈祷受けてお守りいただいてみたいな、なんで仏像の数もすごいし、金の仏像眩しいし、あと放送でもあれたように風鈴がたくさんいます。はい、ちょっと風鈴っていうかなんか鐘に近い形してるんですよね。はい、その鐘に願いを書くと叶うっていう、私はミステリーハンターとしてもう一度世界に出たいって書きました。叶うかなそれから仏像が面白かったのはマット・パクナムですね。ここバンコクのお寺です。ここねぜひ行ってほしいのが、巨大な仏像が2021年に完成しました。これも町の方々のお布施が実ってこのような形になったんですよ。すごいよね、こんなお寺が、巨大な大仏ができるぐらいにもうあのお布施は皆さん集まる人気な感じですよ。でここ私は今回の旅では時間なくて入れなかったんですけど、仏塔の中がこうエメラルドグリーンに輝いていて、そこで瞑想ができるっていう、はい、そんなところも大変最近人気らしいんですけども、私はこの外側の巨大な金ピカの大仏かっこよかったですね。はい、あまりにでかいのでこうわーっとそこに注目してたら、後ろからちょちょちょんってお坊さんが来て、あの大仏もいいんだけどここのご本尊さんはこっちいるからそっちを拝んできっつって、あっさせんつってそっち行ったら、そっちもすごかった。もうね、荘厳、金がジューって輝いてんの、この音わかる、ジューっていう輝き方、語彙力やばいんですけど、それがこう静かにみんなの前で拝んでいたり瞑想したりね、だからああ決して観光のお寺じゃないんだなっていうのが伝わってきました。王宮が建てたお寺でワット・ポー以外で言うとワット・プラケオ、ワット・アルンなどなど、すっごく綺麗です。もう規模が違う、まあバンコクにどちらもあるんですけれども、キラキラ白い塔がその区画だけ明らかに空気が違うんですよね。格式品の高さ、国王の仏教大事にしてんなってのが伝わってくる。でもありました、本当に綺麗でした、ぜひ行ってみてください。最後注目してみてほしいのが、タイの皆さんが好きでよくやっているのに十二支で巡るっていうのがあったんですよ。これは十二支ってね、中国のもんじゃん、いやいや日本のもんじゃんって思うかもしれませんが、現在12世紀に中国で生まれたものらしいです、どうやらお見ほどけ調べですが。でそこなのでいろんな形で日本に入ってきたりタイに行ったりとか、まあ、大陸のアジア圏の結構十二支っていうものがそこそこ見られるんですよ。でタイでも十二支とても重要にされていて、あのね、十二支のそれぞれ干支ごとに担当するお寺があるんですよ。で日本でもね、十二支の守り本尊っていうのはありますけども、それとはまた違くて、例えば犬年生まれの人が行くと縁があってご利益のあるお寺とか、辰年はここで、十二支の中でもね、日本だとね、牛虎、うたつみ、馬、羊、やや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 やじゃないですかだけどタイはね、イノシシがね、象なんですよ。イノシシが象なので、ヤギもいたんだよなっていう感じで、ちょっと十二支が違うんですね。まあそこも面白いとこで、犬年生まれのお寺行ってきました。あとゲートガラムって犬年生まれのお寺、ここね、犬飼ってます、めっちゃ太ってます。やっぱり犬がね、こう大事な大事な、その犬年生まれのためのお寺なので犬を大事にしてるんですけども、大事にしすぎてね、犬めっちゃ太ってんのタイ野犬がとても多くてですね、なんか凶暴ってわけじゃないんですけど、普通に野良猫みたいな顔して歩いてるし犬が。でここのね、ワートゲートガラムはなんかパッと見、おまた野犬がいたなって思ったけどね、明らかに違う、太ってるからでもうね、犬の置物なら何でもありって感じで、もうビーグル、ヨークシャテリア、柴犬、見たことない犬種の置物いっぱい並んでて、みんなこう寄付するんでしょうね、何でもありみたいな感じが楽しかったですね。ただただお寺の中はやっぱ格式高いので、この仏塔には男子しか行っちゃいけないとか、お参りする場所をこうやってやるとかいろいろあってね、でお坊さんたちもすごく優しくて、私も犬の世話の参りしてきました。なんかいいことあるかなと思いますよ。でそのお参りしてる人の話聞いたら、みんなやっぱりあの犬年だから来ましたとか、私のお父さん犬年だから、犬年の人があのより幸せになりますようにと祈ってますみたいな、そういうなんか犬年の寺で、まあ皆さんなんでぜひググってみてください。自分の干支で自分の干支の
担当する動物のお寺っていうのが必ずあるので、この十二支巡りができるお寺というのがだいたいチェンマイという町に中心に広がっているので、ぜひタイに旅行行ったらチェンマイに足を伸ばして十二支巡りしてみてくると、ブーメランの干支に縁のある人たちはなんかこう幸運があるかもしれませんね。まあといったように、それで仏像の魅力、お寺の魅力、十二支の話、いろいろ話してきました。ちょっといろいろなかなか散漫となったんですけれども、よかったら皆さんタイのお寺を巡り行くときは参考にしてみてください。まあ、今お話ししたこと以上にもっとインパクトのある仏像があるお寺とか歴史のある遺跡とかもたくさんあるので、まあ、今のが基本情報だとして踏まえて自分らの興味あるお寺巡りなども行ってみてはいかがでしょうか。さあ、ということで、みほとけの動画を見てくれてありがとうございました。この後はこのタイの世界不思議発見ロケで買ってきたお土産開封の儀式をします。まあ、そのお土産にもいろいろなタイの魅力の説明、お土産話詰まっているので、よければそちらもご覧ください。ということで、今回はここで終わります。最後まで見てくれてコップンカーサワニーカーコップンカー、その2つのタイ語で乗り切りました。どうもありがとうございました。ナムー。